はい。で、ビールはありましたっけ？ナイス。正直どうですか、朝倉兄弟だとどっち好きですか？俺はあの朝倉海選手好きだね。うん、あの明らかにあの朝倉兄弟だとその海さんの方が一般的な印象はいいですよね。実際に話したことないから分かんないけど。そうなんですか？うん、思うよ。へえ。うん。まだ不良感が少ないよね。あ、不良。多少爽やかさもあるし。あ、そうだ、爽やかさ、爽やかさがある。うん、朝倉海のいいところが、うん、目がいい、目、目がどうなの、いい目してるの、光ってる、キラキラしてるまあ、うん、まあ分かること分かるね、それが人気だよね。いや、あのね、うん、俺あの高橋さん分かんないと思うけど、俺人の第一印象見るとまず目なの。ああ、じゃあ俺なんかだいぶ悪かったでしょ。いや悪くないでも決して良くもないまあまあまあ言いたいことは分かるけど、うん、あれはすごいいい目をしてる、もうまっすぐな目してるね。まあでもあれですよね、さ UFC 行きたいっていう時点でだいぶちょっとあのまっすぐですよね。そうですね、うん、俺結構まっすぐな人好きなんで、うん、強さ純粋に求める人が好きだって言ってましたね。そう、天心さんも、だから海選手のね、このやってるところとも、あのあれじゃないですか、あのオタクのふりして、ああそうそう、タバコをね、うん、捨てる、ポイ捨て注意とかでしょ。あれとかも、うん、なんかそのもう相手の反応をね、うん、このちゃんと真面目にとか、うん、なんていうんですかね、うん、作らずこの体当たり、うん、真正面から体当たりしてる感じが俺ほんと好きなんだよ見たんですか？あれは見ましたあれはほんとに面白かった。俺ほとんど見てないから分かんないんだけど、まあその相手もね、はい、この海選手が脱いで、うんうんうん、おおってなるのも、うんうん、まあ面白かったね、まあ、もちろんとは面白かったですけど、うん、俺あの前田明さんがオタクの格好してるところは見たんですけどね。あ、俺そのサムネだけ見ました。俺もサムネだけ見ましたけど、前田さんがやっても体がでかすぎるもんね。190センチあるね。まあでも面白くなくはない、うんうん、どうかけても面白いではあります。